おたけの口が臭すぎて世の中の人間がみんな死んでっちゃったっていうネタを斉藤が書いて斉藤はねもう本当にいつもね俺が書く本とはちょっと変わってるんですよ。おたけを殺すとかおたけのせいで人類が滅亡するとかおたけがゴジラ的な存在で出てくるんですよ。おたけに対してイライラをこのコントに全てぶつけようみたいな感じのね。その時におたけの口が臭すぎて人類が滅亡寸前なんですけど、うん、俺たちだけ死んでないのはなぜかっていうとその特殊に改造されたマスクをしてるからっていうコントだったんですよ。だから友達をやっぱなんていうか俺らはずっとそれでも友達だっていう気持ちで、うん、でももう俺らはなんせそのそれもラストコントでラストコントってなんとなくサービス的なとこもあるじゃないですか、うん、でそれまでの中でこうキングオブコントにかけれるようなネタがあればいいなみたいなことがあったからそこの前にちょっともう気が抜けちゃってたんです僕も斉藤も、うん、こんなことないと思うんですけどパッて名店した時に俺も斉藤もマスクつけてないんですよマスクあっやっべ二人で目合わさってやべっつってなってでバーってで普通に喋ってるんですよ。でこれどうしようかなっつってしたらおたけが全然そんなセリフないのにちょっとトイレ行ってくるわっつって袖に履けたんですよ。でももう無理じゃんって思ったんですけど袖に一回はけたおたけが舞台の俺たちに向かってマスク2つ持ってこれ忘れてるもう無理。いやおたけもう無理無理。いやどうにかね今引き戻そう。今もう戻ってして出てきてもしてなかったら何ってなるからみたいな。それはもう無理だったなマスクは。でなんかもうとっさに考えた適当な嘘でねその軍隊でそのお前の息を直接受けない直線上に立たないようにできる武術を身につけたみたいなので それを太田が急に考えてでもそこ噛まずに全部説明してね。そっちは結構面白いですね。それはそれで俺がだから前に行こうとすると絶対こいつ出すって俺がまたこっち行くとちょっとずれるっていうそこすごい受けたんですよ。とっさに考えて あれは良かったよね。だからもう合図してね、ああもう太田俺ちょっと考えるわと。お前がちょっと言わなきゃいけないんで理由を。俺がマスクは改造したんだっていうところからもう斉藤に俺ちょっと俺がもう明らかに考えてるふりしてたから下向いてたから。そっからも斉藤が書いてるネタだったから全部俺のセリフも斉藤が全部喋っててそれまでにどうしようどうしようと思ったけど何も思い浮かばないからあのそういう武術をあの得得したで、だから乗り切ったことあったね。お客さん気づいてなかったんですよ。で、なんかエンディングの時初めて言ったんだっけ。そう、なんか実はこういうことがありましてみたいな知らんかったみたいな、うん